三宅神社は、大阪府松原市三宅中にある神社。旧社格は孫社。当地には、古くから、恥師祖神の天の穂避の命を祀る褒美の社があったと、言う。神社像の、三宅天満宮梅松院演技によれば、太宰言の祖地に左遷され、九州へ向かう、途中の菅原道真公は、祖先由来の当地を通り、褒美の社に無実を訴えたとされる。しかし、 大阪府内には、当地から大きく外れた地にも、道真伝説があり、真相は明らかではない。直接現代に連なる由緒としては、鈴作天皇の時代に、釈道剣という人が参詣した際に十一面間世音のお告げがあり、道剣は、現地の住民と協力して、天行五年、河内国丹北郡伊良見家里に、道真公を祀ったのに始まるとされる。その後、神座地は、 畠山市の国人衆である三宅氏の居城跡とも言われており、2018年現在まで至る。三宅天満宮と称していたが、明治時代の頃より三宅神社と称するようになった本殿に神像として、ほぼ等身大の菅原道真像が安置されている。道真公が、打財府で、自らの姿を鏡に映して掘り、縁ある当地に送ったとの伝承があるが、一般に道体部は、 近世の作と言われる。この他にも、この絵の広寺が、都道天神像、古用勢天皇を筆とされる、菅原道真画像、この絵元広筆、南武天馬大自在天神養号など、天神信仰にちなむ文化財が多く残されている。抹茶に、天神神社、日吉神社、大物主神社、須佐野の神社、天照大神社、琴平神社、 一木島神社がある。境内社として酒屋神社がある。祭神は、すそくしい命。式内社で、元は、現在の地名で、松原市三宅中六丁目にのにに鎮座していたが、明治40年に三宅神社境内へ移された。ありがとうございます。